どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、ウクレレで似合うアーティストといえばサザンオールスターズです。やっぱりサザンの曲はもうまあガズレレでもほんとすごいいっぱいサザンの曲やってんですけどもね。はい、今回もサザンオールスターズの東京ビクトリーという曲をやってみようと思います。この曲はなんというかこうですね、壮大な感じというかこうアンセムみたいな感じでね、なんかちょっと普段のあのサザンの曲とはまたちょっとこう一個なんていうのかな、こう素敵な曲出します。この曲をまたこのガズレレ流でこのちっちゃいウクレレを使って超簡単バージョンでやりますよ。やった。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした簡単版、優しい版。後半はかっこいい版。かっこいい版といっても今回はほんとシンプルに気持ちよく歌える8ビートのチャで、やってみようと思います。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、思い出の曲、いつかは奏でたいあの曲を、カラオケで歌ったりするの、CD 聴くのもいいんですけど、こうなんか楽器と一緒に奏でる弾き語りっていうのがもう最高でございまして、ぜひ皆さんに始めてもらいたいんですけど、まあ今からピアノでね、ギターでってなると、まあ結構大変ですから、まあもちろんそれも楽しいですよ。今まで音楽とかやったことない、楽器はきっと私には無理だと思ってる方はウクレレ。これが最高です。簡単なんですよ。奥も深いんで、簡単だけじゃないですよ。奥もすっかり深いんでね、ずっと続けられる素晴らしいパートナーになると思います。弦も4本なんでね、抑えるのも他の楽器に比べたらはるかに簡単。しかもちっちゃいからどこにでもこうリュックに入れて持ち運べるし、いいことづくめです。そしてしかもですね、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、この私が親切丁寧にめっちゃわかりやすくウクレレレクチャーしてますんで、ぜひ始めてください。もうちょっとしたらこの辺にリンクはありますが、そのリンク先の初心者リストのここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番にこう動画を見てるだけである日突然、あ、私今できてるじゃん、ある日突然とかその日にそうなりますから、ぜひ始めてください。じゃあリンクあります。初心者です。ここ行ってらっしゃい。クリック。はい、いってらっしゃい。そこには以前私が取りためた700曲近くのありとあらゆる音楽の簡単ウクレレレッスン動画が上がってます。最新 J-POP から夏メロから、洋楽ハワイアン、アニメソングからもう演歌からもうすごいですよ。はい、さっきのリンクの下の方に行くとリストになってますんで、見に行ってみてください。さあ、それではですね、東京ビクトリー。まずは、シンプル簡単バージョン。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。Get the chance. Then, 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 One more time, de 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 yeah。 せーの、はい、
まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンやってみました。もちろん今ショートカットバージョンです。この、長さはですね、YouTube で、東京ビクトリーと入れるとサザンオールスターズ本人様のこのプロモーションビデオの、長さの延長でショートカットバージョンでやっておりますが、いいですね。やっぱなんとなくこう、士気が高まるようなイメージの曲ですけど。で、動画のテロップと合わせながら動画と一緒に、弾いてもらうのももう最高なんですけど、ちょっと慣れてきたらね、自分で書いて、それを自分で見ながら自分だけで弾くっていうのをおすすめします。その時には参考になるように、こう、私のね、ノートを見てもらいたいと思うんですけれども、はい、こんな感じで書いていくといいよってことでね、はい。で、こういうノートがスキャンされて、ガズレレ歌本という本になってますので、ホームページで後ほどご確認ください。はい、これイントロ。今回こんな感じワンブロックなんですけど、ちょっとね、これ、見てください。こっからここまでって一応大サビなんですけど、サビね。ここだけをこう大きい表記にしてるんですけど、ちょっとこれ以外のところは、表記がちっちゃいんでワンブロックがね、そこだけちょっと注意しておいてください。まずここから、まず大サビのところね。はい。11デシでメモってください。シンプルですよ、シンプル。はい。で、ここにメロ1とか、ここにもメロ1。これ後で解説しますけど、特にコードは、この辺はずっと一緒ですね。で、この辺から A メロが、始まる感じかな。はい。ここか。A メロここです。ここですね。はい。はい。大丈夫かな。はい。で、コードが、違うところが1箇所、あります。ここだな。この、下に囲ってるところは、かっこいいバージョンでやる G7 サソーです。今は G7 でやりました。だいたいガズのノートというのは上にあるのが、基本的にはシンプル簡単バージョンで、下にぐるっと囲ってるとかっこいいバージョンで使うということにしてますが、ちょっとその時期によって違う時もあるんですけど、まあご了承くださいと。で、ここまたサビ、戻ってきたんですが、歌詞が変わります。コード進行はこのさっきのここと一緒で、やりましたよということでございまして。はい。で、これよく見ると伸ばすとかいろいろ書いてあるんで、その辺も参考にしてください。じゃあ出てくるコードを解説しましょう。まず今やったバージョンはこれです。C と F と Am、Dm、D7、G7。この6個でいけました。この6個っていうのはね、ガズレレ、必須コードっていう、まあ、これ、超入門コードなんですよ、これ。はい。なんですけど、これ今日一個一個説明するっていうよりはですね、これ、ガズレレ必須コードという8個のコードのグループの中の6個なんですよ。このね、ガズレレ必須コードっていう8個のコードは、ウクレレを始めたらもう、まず最初に覚えてもらいたいです。はい。で、ガズレレ必須って書いてあるでしょ。必須だからね。はい。で、コードっていうのはね、もう本当星の数ほどあって全部覚えようと思ったらそもそも無理だし、いろいろなんか、フックがないんですよね。なんで、まずはこの8個を覚えてください。8個覚えたらガズレレの YouTube 見ていろんな曲一緒にセッションした時に、まあ8割9割そのコードが主体になってますんで。はい。以前その8個のコードをめっちゃわかりやすく面白おかしく、この私が解説する動画あります。ここにリンク貼っておきます。ここに行ってそのコードは楽しく覚えてください。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。いくつかコード足されます。まあ、いくつかって。基本1個なんですけど、G7 サスポーっていうコードが達します。これよく出てくるんですけど、G7 と G7 サスポーって行ったり来たりする関係で、どこに出てくるかっていうと、この A メロやって B メロやってサビにまた戻るときに、ここでワンブロック弾くだけなんですよ。ちょっとやってみましょう。G7 サスポー。まず G7 っていうコードを最初にやると、こことこことここを、こう三角形で押さえましょう。で、G7 サスポーっていうのは、小指見て小指。小指がここに入ったら G7 サスポーです。今 G7 サスポー。で、抜いたら G7。はい、これだけのことですから。G7 サスポーと G7。はい、覚えておいてください。で、あと、この曲はですね、基本的にはこれ。8ビートのチャ。このリズムでやりたいと思います。こんな感じです。チャを使って、これを打楽器のように使って、リズムのノリを出す。はい。これ、以前弾き方を分かりやすく解説します。ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1ページで、その中から8ビートのチャという動画をマスターしてもらいたいんですけど、まずはね、8ビートっていうものができてからじゃないと8ビートのチャはできないんで、まずその順番通りにやってみてください。8ビートからマスターしてください。はい。で、8ビートのチャに弾きますと。で、今日ね、面白いフレーズが1個あるんで、それをご紹介したいと思うんですけど、ここの、メロ1っていうところですね。メロ1、ここにメロ1、メロ1。C が普通ブロック並んだところでメロ1っていうのをやるんですよ。で、それをここに解説してるんですけど、ちょっと一回やってみようか、どんな感じが。こんな感じです。でん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 っていうメロディーでしょ。で、これを口で言わずに、
構楽です。C のサスポーっていうコードがありまして、C を押さえたまま2弦の1フレットを押すんですけど、これ見てください。白は C を弾く。四角い、黒い四角いところでは C サスポー。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃん。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃん。ってやるだけであのメロディーが再現できるんですよ。じゃんじゃじゃ C サスポー。じゃじゃんじゃじゃじゃ C サスポー。C ですね。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんです。はい。これを参考にしてもらうと、これ結構楽ですよ。よく見てくださいね。じゃあ、人差し指を見ていてくださいよ。ストロークは普通の8ビート。じゃんじゃじゃじゃんじゃ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 んじゃ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 んじゃ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 んじゃ。あんまりこの、表を見ながら確認するっていうよりは、今みたいに口で言いながら指動かすと、そっちの方が早いと思う。じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 んじゃんじゃ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 んじゃ。これがメロ1です。これを3箇所、入れ込んでいきます。はい。あと基本的にはやっぱこの8ビートのチャレン、こう、なんていうのか、軽やかな感じだね。さあそんなわけで、東京ビクトリー、かっこいいバージョン、やってみる暮れるにこれ似合いますね。やっぱりサザンオールスターズは本当にありがとうございます。どんどんやってください。で、音楽でウクレレの音楽で楽しいと思った方、散々楽しんだ後はその楽しさをどなもう周りの方に伝えて教えてあげてくださいね。こんな楽しいことはね、もうやっぱりみんなやった方がいいと思います。はい、お願いいたします。ガズレレではもういろんなイベントやったり、いろんなグッズ販売して、このウクレレも販売してますよ。これは弾きやすいですからね。あとはこういうのとか水引きとか、このストラップ、いろんな T シャツとかもあります。ご案内もあるし、とにかくこの後インフォメーションしますんで、ご覧になってください。ありがとうございました。はい、どうぞガズレレホームページご覧になってください。どうぞこちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるので、よろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっているのか、はい、こちらです。2019年9月1日、日比谷のヤオンデガズレレ、こ
ちがですね、もう始動し始めてます。今もうちょっとするともう本当にあの詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。でホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今まだあんまり情報ないですけど、 LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、 LINE アットで、最新情報ゲットしていただく、これもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って、まあ、僕がね白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがあって、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文などあの書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部、もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこのね、これです、これ。はい、ガズレレ歌こんな感じで出てます。1冊につき50曲入っていて、ボリューム5になるんで、250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、これが、ね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いいたします。あー、もう盛りだくさんですよ、もうガズレレで。もうね、伝えたいことがいっぱいです、ね、大変です。フォローしておいてください、ホームページ見てください。それではまた音楽で楽しい時間いっぱい過ごしましょう。皆さん楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。